生中継でお届けしています。まずスワローズ先発原が1回の表三者凡退に打ち取りました。そして1回の裏マウンド上はジャイアンツ先発菅野、坂口の当たりはライト亀、先発は菅野です。ですけれど本当ね素晴らしいピッチングでしたね。やっぱりナンバーワンですよね今。10関東のうち8つの78年鈴木啓司さん以来の40年ぶりの8関東。2番の川端ですが前に田中が出てきて抑えています。空振り、そうですね、なんかヤクルトらしさが出ない。はい、昨日は2番山田、そして3番にバレンティン、4番に3度目の3割30本30投平行カウントです。空振り三振、菅野も冒頭三者凡退。2回の表19勝131打点新発の、ここもショート坂本が冷静にさばきます。バレンティンちょっとこの昨日あと一歩フェンスまでは届きませんでした。さて雄平ですがここは岡本が若干前に来て初球外の各バッターなるでしょうけど、特にバレンティンが力が入りすぎててね。はい、糸口というのは江本さんどの辺になってくるんでしょうか。まあ、バッターボックスは西浦です。でも慌てず、しっかり出てやすいもん。なるほど、ついていったセンター、ただ長野が抑えています。ジャイアンツ先発菅野1回まだランナーを許していません。現在ベンチで待機はしていつもあって、青木がいなければこの2位という陣はなかったと言ってもいいぐらいの活躍を見せるという今シーズン 1.80 という3勝のうち2勝がもう今シーズン本当に出場機会スタメンマスター、何か時代になってきているんでしょうかね。そうですね、まあるんじゃないですかね、はい、空振り三振3つ目の菅野 でもピッチャーの力っていうのを優先するんですよね。なるほど、9番ピッチャーの原樹です。いい角度レフトへ上がりましたが岡本落下点抑えています。菅野この回も三者凡退。さあジャイアンツは次の回クリーンナップ登場です。ホームラン構成でジャイアンツが、まあ、俺いい球積極的にっていうのは、ね、ちょっと難しくない。空振り、ジャイアンツがファイナルステージ進出を決めるという一戦ですが、坂口もここピッチャー菅野の前、これが抜けてきた球は結構コース高さともにしっかり投げ切れていると。菅野智之低め外れました。捉えられるかどうかなんですよね。ただいいピッチャーになるとその失投が少ないという、はい、ここもファーストゴロ。ファーストステージ2000ヒットがありません。いった思いも胸に秘めてバッターボックスに立っています。インサイドズバメを構えています。空振り三振、見事な投球です。まずはこれ一本というところだと思うんですが、主砲の働きできるかというこの打席。高め打ち上げてしまった。ファースト阿部ワンアウト。この怖さを知ってますわね。これで10ピッチャーセカンド田中さばいています。田中が好フィールディング。なかなか一本が遠い今日のスワローズ打線。まあ今の打球はでもすぐ、さてバッターボックスは西浦。ちょっと操ってる感じがしますよね、はい、センターへの当たりどうか。
ただここも長野が追いついています。菅野5回を投げ終わりました。うまくこう打たしてるからなんですよね、今シーズンは初の200奪三振というね、クリアしたという菅野。ここも上田が打ち上げてしまった。マギーファールグラウンドで抑えました。2位でシーズンを終えました。空振り三振。クリアしたという2018年シーズンです。当てたピッチャー菅野、追ってファーストへ、スリーアウト。菅野6回も三者凡退。どこまで行くんだ菅野。パーフェクトピッチングは続いていきます。この回します。3球目インサイド打ち上げた。ファースト阿部ファールグラウンドまで来て掴みました。ストライク。アンダーまであと1本としてシーズンを終了したカープ、ここから センターへ。ただ伸びはありません。これで山田テスト。ベンチも当然その辺は意識しているかと思いますが、ライトへ大きな当たり、伸びていく伸びていく、切れた。ファール。止めたバット。ファールボール。見ました。ランナーを許しました菅野。この瞬間完全試合はなくなりました。今日出れば2点差。外の中軸に回っていきます。ここもボール。ツーボール。中に入ってきました。これはファールのファールボールですでした。ストレート。ストレート。空振り三振。菅野に軍配です。この7回も0点を刻んだ菅野です。可能性十分秘めた今日のマウンド上の菅野。この回は5番の雄平からです。すで阿部に代わって陽大君が先発。弾き返した。ただレフト正面です。亀井。この回から進出が決まるジャイアンツ。変化球です。あとともに15勝、2年連続の最多勝を週に収めたこの菅野。次が100球目。まさに球界を代表するエースとしてのふさわしいピッチングを披露しています。動いちゃうんですかね。ボールだと思ってるからですね、はい、レフトへの大きな当たりですが、ここは亀井が重ねています。ツーアウト。あれはどう、テクニック、テクニック大引きがね、いいんですからね。5年目、最小の勝者。さあ、この回もツーアウトを取って、ズバッと来た、見逃し三振。ここで右手。ガッツポーズが生まれました菅野。勝利は9回に残す1イニングです。
初9回の大エースがまた一つ大きな勲章をここで得られるかという大事な9回のピッチングに入っていきます。この回は荒木からこの9回打ち上げました。ここはレフトです。亀井を抑えてワンアウト。さあまずアウト1つ。昨日1得点。打ち上げた。ここはセカンドがライトか。これで2アウト。さあ菅野が大記録へあとアウトカウント1つ。でもヤクルトの中では一番嫌って言えるバッターだと思うんですよね。坂口ですか。はい、ハイブロフトノーランするときに9回ツーアウトから打たれるというシーンも実はよくあるんですが、さあ菅野はどうか。極右ストライク。神宮でセンターへ。ただここは落下点を抑えたい大台か。菅野ノーヒットノーラン達成。史上初